使えんからな。エフェクトを見る必要がある。結構かっこいいから。うん、もうすぐ家だ。お前さん、いいか、あの子の好奇心を抑えつけてはならんぞ。若さの象徴じゃろ。私は若い頃服従を学んだ。息子にもそれを望むんか。あの子は自分で歩む道を選ぶ。離れてほしくないのなら寄り添って歩んでやるのがよかろう。その通り。スバルト・アルフヘイムへ行く扉を開けることができれば、きっと便利なものがたくさん見つかるはずだよ。わかった、行こう。本当に？だが、デュールが見つからなければもう探さんと約束しよう。二度とな。やったね、後悔させないよ。ティールってなんかちょっと忘れちゃったよな。シェペチェだっか。巨人？ティール帰ってきた。クレイトス、こちらです。ジンドリ、これは驚いた。まさかアトリウスですか？お元気にしてました？ああ、大きくなっちゃってうん、まあさあ、ほら、ついてきて。宿がご入り用だとか、そんな時こそ皆様お気に入りのドワーフ族の出番です。出ました。お気に入りは私たちだけでしょう。もちろん二人だけだよ。よろしい。さあさあ、皆さん入って。それで区界で最も清潔な家に案内します。汚さないでくださいね、はい、あなたに言ってるわけじゃありませんよ、クレイトス。あんなことがあった後です。次の策を練るためにも部屋があった方がいいでしょう。もうすぐですよ。ご覧の通り、二人で世界の狭間に家をこしらえたんです。質素ですけど、フィンブルの冬もオーディンの目も心配無用。しかも灰色にきらめく空を見渡せる絶好の立地。ありがとう、シンドリ。実は相談したいことがあるんだけど。相談？すごいとこ作ったね。マジで。この異空間に作ったんでしょ。すごい。綺麗だね。さあ、入って。ささ、靴を拭いてください。ピッカピカにね。ごゆっくり。服着は一切ないと。結構。寝室はあっち、台所はそこ。あと、お菓子いります？クレイトス、お菓子は？菓子は必要ない。そんなことより、スバルト・アルフヘイムに行ってテュールを助けたいんだ。テュール？あのテュール様がご存命で驚いた。もういいよ、全部話した。全部？息子を焚きつけたようだな。私は見守ってたんですよ、あなたの代わりに。安心安全を最優先でね。助け船出して。とにかく今はまず、また世界を行き来できるようにしたいんだ。できるんでしょ？ええ、もちろん。ただ、あそこはなんというか、
泥だらけで。できるならなぜさっさとやらんのじゃ。実を言うと逆にあなたのお力をお借りしたくて。ほっほー、かのフルドラ兄弟がこの地の巨人に助けを乞う日が来るとはの。ええ、その通り。おい、ちょっと待ちな。どこから忍び込みやがった。てか、一体どこのどいつだ。私の息子だ。一体全体こいつはどうしちまったんだ。でっかくなっちまってよ。それになんだその、見てくれは。おめえのせいだぞ。ほら、キラ、坊主にピタッとくるのをこしらえてやら。成長しただけじゃ、このボケナス。お前さんにも思春期くらいあったじゃろ。ちょっと。まあ、後の祭りってやつだが、息子が大事ならおめえがもっとしっかりすることだな。こやつなりに努力しとる。まあ、いいさ。大暴れできるよう装備を整えてやっか。まずはこれだ。うん、派手にやられたな。うん、新しいの作った方がいいんじゃねえか。大事なものなのだ。しゃあねえな、なら何とかしてみっか。直してる間代わりになるもんを作ってやるぜ。今手元にある素材じゃこんなもんしか作れねえ。材料を見つけてくりゃ他のもんも作れるかもな。ポーズの背が伸び続けるってんなら、こまめに伸長する癖をつけることだな。忘れ物を宝箱にぶち込んどいてやったぜ。まったく世話が焼ける。先に行って部屋を見てくる。シンドリに声かけて。何か忘れとる気がしたんじゃ。みんな大好きサメ肌のアンポンタンは元気にやっとったのか。今なんて言った。いい気分じゃ。何の話や。フィンブルの冬にヒーヒー言わされてるってとこか。よこしな、ブロック様の愛情に飢えてやがる。ねえ、見てよ。ご満足いただけました。ここは食料庫かな。夜にお腹空いても安心だね。すぐに支度しますから。
菓子が欲しいんでしょ。お菓子欲しいな。ご準備は？他の世界へ行けるか。作業場にあるものを使えば。ほら来て、首も忘れなく。それでテュール様は一体いずこに？鉱山に幽閉されてることしか分かってない。鉱山といってもそこら中にあるでしょ。もっと絞り込まなきゃ。そうだ、ダーリンに会うといい。ダーリン？私たちのいとこみたいなものです。町の警備を担当してますから、ありとあらゆる鉱山の情報を手に入れられるはず。しかもオーディンを敵視している。あなたの母上も反乱の際彼を頼りました。いいです。反乱？ねえ、知ってた？いいや。反乱軍の指導者で母上の知り合いだって。じゃじゃーんってとこは無視ですか。まあいいですけど、すぐに使えるようにしておきます。外の扉に来て。反乱軍の指導者だって？ご大層な肩書きだね。え？おめえも豆粒みてえな脳みそで思いついたこと適当に言いやがって。よそ者が揉め事を起こしに来んの、ダーリンが指折り数えて待ってるわけねえだろ。どういうこと、ブロック？当てにできるのか？うん、忘れてくれ。言っとくが、俺はてめえの身内を悪く言うようなチンケな玉じゃねえ。どこぞの潔癖野郎は別だがよ。聞こえません。ほら、会いに行くならご自由に行って確かめてみりゃいいさ。言っとくが、あいつはどっかの誰かみたいに優しいドワーフじゃねえぞ。ベラボーに気難しくてふざけたこと抜かすやつだ。二人の話が違いすぎて悩ましいの。悩ましいの。二人の故郷に行けるのか。スバルト・アルフヘイムって変わってそう。スバルト・アルフヘイム、ふざけた名前つけやがって。俺らが闇のエルフに見える。そっか、違う名前があるんだっけ。ミザベリル、都の名前でもあります。ダーリンもそこにいますよ。今じゃオーディンの腰巾着だらけだけどな、誇りあるドワーフ族が行く場所にはほど遠いってもんよ。言い過ぎでもないか。言い過ぎでもないか。今の、あれってドラゴンかな。でも遠すぎて大きさもわからないや。明日の？ちょっと気持ち悪いや。ビフレストと首の出番です。ブロック、これやって。ここでわしの力がいるというわけじゃな。その通り。この装置はあなたに合わせて作りました。これさえあればそのビフレストの目で問題解決です。ほいじゃあわしがこやつを操作すればいいの？まさかそんなわけないでしょ。これは目に光を注ぐ時の固定器具です。やっ、シンタリ、貴様測ったな。おさあほら、さっさと開けて。はあ、こうなったら監視でこじ開けますよ。やれ。そうそう、そのまま。よし、今です。嫌な気分じゃ。出番ですよ、急いで。分かった、行くって。一体全体何なんじゃ、ふざけおって。すぐに分かりますから、あとは調整して。よし、これでいい。後遺症もなし。お前に後遺症を与えてやるわい。クレイトス、角を刺してやれ。冗談も通じねえ老いぼれヤギが。老いぼれヤギ。
壊れてしまった。ユグドラシルの種を使って行き先を決められるよう作り変えましたから、もう異次元の魔もビフレストもいらないんです。だが明かりはどうする？なるほど、何か考えときます。それよりこちらへ、使い方を教えますから。それじゃあ鍵を右手のスバルトアルフヘイムのルーンに向けて集中を。各世界それぞれ種が必要です。真ん中はミズガルズです。戻る予定はないでしょ。これでニザベリルの外の湿地帯に行けます。町の酒場でダーリンのことを尋ねてみて。そこなら確実。年がら年中酔っ払ってる男です。あの男が心を入れ替えてる可能性はゼロ。一緒に来ないの？顔を見せには行きますが、湿地帯はベトベトして、クリームもいるでしょ、ネチャネチャして臭いんです。幸運を。うん、って今なんて。幸運を。うわ、ねえ感じる？何をじゃ。何って、この世界あったかいよ。この世界に来ました。